え、この男、神か何かか。この男、今日やっぱ一味違うぞ。この男、今日やっぱ一味違うぞ。はいどうも皆さん、ユハーバンはユハイチャンネルファイです。ということで今回なんですけども、超スーパーハイパー外役デッキね、使っていきたいと思います。まあ、全環境もね、このデッキはめちゃくちゃ外役だったんですけど、今回からノーブルエンフォーサーが追加されたことによって、まあ、ビートにもね、強く出れますよということで、まあ、使っていくんですけど、やばいよ。このデッキはマジでやばすぎて、 T2 オカブーの能力を使って城を設置しまくって相手のクリーチャーを永遠にバウンスしながらでね、ローズキャッスル設置すると相手のコッコルピアとかね、ビューティーシャンとか今コントロールとかネックスデッキのまあ序盤に出てくるクリーチャー全て封殺しながら大型は T2 オカブーでバウンスしまくって竹千代でね、城は無限に回収できますし、まあ、鬼面城でリソースも一生回復できるプラス、マグナムでの踏み倒しも許さないプラス、エタソ、ロストソウル、そして危機開会のロックがね、できるという、マジで凄まじいね、外役デッキでめっちゃ楽しんでね、ぜひね、皆さん使ってみてください。よろしければね、チャンネル登録、高評価もね、年内チャンネル登録者1万人目指してますので、よろしくお願いします。ということで、早速社の方に行きましょう。行くぞ。はい、ってことで対戦の方よろしくお願いしますと、さあオープニングハンドがアクアサーファー、そして100発人形、マグナム、ロストソウル、海底鬼面城、邪道下道神でね始まったオープニングハンドなんで、一旦邪道下道神置いてマナ基盤揃えながら戦っていきましょうかねと。さあボルバルザーク、無双竜騎が来たね。でエンフォーサーなんで、エンフォーサー相手のデッキタイプ的に刺さんなそうだね。またコントロールとかかな、相手は。さあ、エタソ。逆にね。逆にエタソね。さあ、これ、鬼面城設置しましょうかね。どっちが先にロストソウル打つかのゲームになってきそうだけど、相手自然マナあるからな。相手の方が早めに打ってきそうなのか。怖すぎ、ワロータ。ルピア？ローズキャッスル。はい、完璧だ。音声認識。マグナム一旦置こうかな。マグナム一旦置いて、さあ、ローズキャッスル間に合ったんで、ローズキャッスル設置して、完璧だ。このローズキャッスル設置は完璧だ。で、次に、まあ、カイカイかな。カイカイ出して相手が呪文を打ってきたら、まあ、リソース回復みたいな感じかな。ビューティーシャン。あ、そう、これ能力を発動するのいやらしいよね。ポチョムキン置いて、さあ、相手はドロー。さあトップが T2 オカブデーモンハンド、オカブ置くか、オカブ置いてカイカイですよ。これまあロストソウル打って、まあ、基本的に勝ちそうだけどどうだろうかね。さあコッコルピアは封殺できて、いやービューティシャツえ、ロストソウルだけは大事に持っておこう。とりあえずあえてロストソウル多分心折れる瞬間絶対あるぞ。エンフォーサーはいらないか。で、これはゴッドリンクしよう。これ強いね。僕はいい神様だよ。さあ、邪道下道で。いや、ローズキャッスルがマジでいい感じに刺さってるわ。バジュラ。行かれてるわ、それは。うわぁ、なんか下手そきそう。あ、でも、危機回復強。いや、危機回避ツインよ。
や、キキ、カイカイがめちゃくちゃ強いわ。これよ。いや、でも、エタソ来そうだね、マジで。いや、強、キキ、カイカイ。キキ、カイカイがいかれてます。いや、どうしようかね、これね。いや、でも2体目立てる必要性がないのか、普通に。いや、でもこれ、ロストソウル打つ必要性がまるでなくなったな。ロストソウル打つ必要性がガチなくなった。いや、オカブー出して、T2 オカブー、あ、オカブーでよかったな。オカブー出せば、全然さ、ミルドガルムス、エタソ来そうだね。で、戻ってくる。オッケー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 。で、鬼面上でマグナムか。で、キャッスル設置してもいいかな。これ、お、いやでもちょっとなんか、山も引きたくないんで、これ、ローズキャッスル設置してから、あ、た、いや、オカブでいいか。もうドローを進めたくないからね。さあ、デモハン。ここでもう一回タソとか打たれると結構めんどくさいけど、まだ、まあ、外役デッキ VS 外役みたいなところあるからね。ああ、ここでこれ引くか。なんか来て。鬼面上、竹千代か。ここで竹千代さんを引いてしまう。ポチョムキンは絶対設置したいね。鬼面上機のポチョムキン設置は確定で、マグナムで踏み倒しても許さないまん。やべ、ロストソウルが死ぬほど腐っちゃった。大事にしてたロストソウルが死ぬほど腐ってしまったんで、これ多分ゴッドリンクしてぶん殴ってくるでしょう、多分。で、ポチョムキンで破壊しながらって感じかな。で、機械界リンクして、で、殴ってこなかったら、まあ、破壊呪文とかトップしてきたときに、まあ、でも殴ってくるね。さあ、激烈ゴッドリンク。で、踏み倒しはマグナムで破壊なんで OK で、関係なくなって、で、関係なくなる。で、関係ないでしょ。で、破壊でしょ。こういうことです。おい!こういうことです。インチケは許しません、対戦。あざした。はい、ってことで対戦の方よろしくお願いしますと、さあ、邪道下道神、竹千代ポチョムキン、そして T2 オカブアクアサーファーでね、始まったオープニングハンドなんですけど、ハンドはめちゃくちゃいいですね。さあ、相手竜極神置いてきて、ターン終了なんで、まあこれサーファー落としておきましょう。で、次竹千代で、鬼面上持ってきながら、鬼面上 T2 オカブで相手をね、バウンスしながら戦っていきたいと。さあ、ミナクルなんで、これはバイオレンスフュージョン臭い。もしかして、バイオレンスフュージョン臭いね。さあ、デーモンハンドなんで、一旦ポチョムキン置いて、さあ、これ竹千代から行こう。で、竹千代、そして鬼面上かな。で、次、鬼面上設置で、リソース回復しながら、ロストソウルとか打ちたいね。ロストソウル打てれば、さ、キングも入っているとさ、ミラクル2ブースト。いやー、その加速強え。その加速がマジで強え。さ、トップがアクアサーファーなんで、サーファー落としていきましょう。海底鬼面上で、これよりリソースは回復できると。相手もう7マナなんだよな。えぐい。で、7マナ使って、ゴッドが出てきたら、メタルか。オッケーオッケー。メタルちょっと嫌だけど、まあ、T2 オーガブポチョムキンでバウンスできるんで、さ、トップがノーブルエンフォーサー。エンフォーサー刺さんないんで、エンフォーサー戻して、エンフォーサーガチめに刺さらんからなんで、ポチョムキン、やって、これポチョムキン置くしかないか。ポチョムキン置いて、で、オカブポチョムキンでバウンスですね。で、ポチョムキン設置。で、バウンスして、
このワンドローが竹地 OK であれば次も戻せますね。ゴッドが来たら強い。このねバウンス時刻が強いんだもん。で相手が時間かけてる時にエタスが間に合いわって感じなんだけどね。なんか戻ってくるの強すぎ。ワルタどっちもフェアリーライフ破壊してくんねえか。逆に T2 株破壊されそうで怖いな。オッケーオッケー、メタルならオッケー、マナ加速してこないならオッケーですよと。遅らせればね、遅らせるほど愛強い。ロスソウルもさあデーモンハンドも引いた。じゃあデーモンハンドを戻して、メタルがちょっとうざいけどさ、オカブ2枚目なんでオカブを置いて竹千代。これローズキャッスル置いてもいいんだけどね。さすがにポチョムキンかな。でポチョムキン設置してバウンスワンドローで、でマグナムも強いでバウンスして、で次デモハン間に合ったプラス、ここでフェアリーミラクル2連打とかされなかったらエタソが間に合うんでさ、ジャッカス、オッケーオッケー全然大丈夫、ジャッカスで破壊なら全然大丈夫。オッケーオッケー、ミラクルだけやめてほしかったからね。でトップがノーブルエンフォーサーとサーファーなんで、エンフォーサーがガチ刺さんないんで、でデーモンハンド強い。でマグナムもねそんなに刺さんなそうだね。もうこの際マグナム置いて次のターンの、まあこれはどうしよう。一応デモハン打っとくか。これ鬼面上破壊されたくないけど、さすがに殴ってこないと思うんでターンエンドで、で次ロストソウル打って、まあ、フュージョン持ってたら破壊してって感じだね。でエタソもあるんでオッケーと、でジャッカスでさあキングはオッケーで、エタソで取れましょう。キングは殴っては来ないでしょ。ポチョムキンあるんで殴っては来ないと思うんで、ポチョムキンマジ強いんだよな、このポチョムキンロックが。でエタソかな、エタソ強いんだけど、まずロストソウル打つか。ロストの方が嫌か、相手的にどうなんだろうな。でもエターナルソードで戻ってくんのがちょっと運ゲーなんだよな。全額戻っ殴ってくんのか。ブロックしましょう。まさかのぶん殴りでしたね。食らってもよかったかもね。さあマグナムなんで、さあこれはマグナム置くか。マグナム置いてエタソ打つしかないんで、これ一旦エターナルソード打って、オッケー、キング破壊できたのがでかい。あ、で、破壊、戻ってくるの、うわぁ、もう一番めんどくさいの戻った。一番めんどくせえのが戻っちゃったよ。でも水マナないから水マナ置くしかないか？ある水マナ。水マナないことに祈りたいんだけど、僕は。あるんかい。で出してくるか、水マナ あると。でもこれ逆にもうマナ加速してフュージョン打つみたいな選択取ってきてくんないかな。そう取ってきてくれたら、でもフュージョンあんのかな。フュージョン見えてないけどね。ジャッカス、これロストソウルぶっ刺さるね。あ、もう城を割るぞと。鉄の石見えたね。で鬼面上ドローを竹千代とノーブルエンフォーサーの、これエンフォーサー置いて、これまずロストから入りましょう。もうロストソウルで全てを返す。でロストソウルで、でもなさそうか相手、さすがにない。スペースクローラー OK、スペースクローラーのこのドローが怖いけどね。デリンダー、デリンダーか。オッケーオッケー。でこれでもライブラリアウト合戦になる。まあ殴ってくるよね。ポチョムキン全部殴りだろうなきっと。
で、ジャッカスは2面取れて、いやだけどこれもうほぼほぼ大丈夫じゃないかなって思うけどな。で、マグナム、フュージョンだけがマジで怖いぐらいで、で、鬼面杖置いて、これ危機海外ゴッドリンクだね。さあライブラリアウト狙っていこう。さあゴッドリンク、あ、面白いことないかな。で、相手ドローするときにハンデスもしなきゃいけないんで、鬼面杖と機械界能力でね、次のターンから。さあミラクルフュージョン見えてないからない気がするんだけどな。ピン刺しとかで入ってんのかな。エタソ欲しいな、もう一枚エタソよ、来てくれ。さあヘビー、いやー強え、ヘビー、その強さヘビー級だぜ。で、破壊して、まあでもデモハンとかあるんでね、一応このデモハンが突き刺さっていきそうだ。もう一枚ヘビーやめてほしいね。いやー、それが本当にやめてほしかった。エタソ、いい、エタソ来て、エタソ来てくれ。で、マグナム置いて、デーモンハンド処理、で、竹千代ポチョ向きまだあるか。いや、ないか。で、鬼面杖だ。もう相手のリソースを削いでいこう。これ T2 オカブだったらね、割と強かったんですけど、リソースというか相手の山札を削いでいこう大作戦だ、これはもう。で、12マナなんで次、ミナクル。デーモンハンドのサーファー次打てるんで OK で、あと海底鬼面杖発動するんで、ほぼ勝ちじゃないか。このターンとどめ刺されることないだろ、基本的に。とどめ刺されたら僕は全米が泣くと思う。全米が涙します、さすがに。ギフトとか怖いけどね。でもギフトでも無理だよね。ヘビーメタルが今出てきて、悪、悪が満ちて、正解保たれてる。それ一番 OK じゃない。それ世界救ったね。で、鬼面杖のドローが入るんで、あ、強い強い強い、これ勝ちだね。勝ち勝ち。勝ち勝ち山です。いや、強いね。これだよ。この、ライブラリアウトで、ね、これターン終了で、勝ちですと。You are win! 対戦、アザシャ。はい。ってことで、対戦の方よろしくお願いしますと、さ、デーモンハンド置いて、さあ、オープニングハンドがポチョムキ、マグナム、ローズキャッスル、T2、オカブーでね、始まったオープニングハンドです。さあ、相手も危機海外ですね。さあ、相手危機海外デッキなんで、まあ、エンフォーサー刺さらないと思うので、まあ、ここは、まあ、ターン終了でいいかな。まあ、ポチョムキンは設置する必要性はね、ないので、急いで、オカブーと一緒に設置して、相手のクリーチャーをバウンスしながら、まあ、外役ムーブしていきましょうかね。相手はカウンターヘビーで攻めてるかな。さあ、竹千代さんも引いてきたと。まあこれね、マグナムがね、紙の能力だったら結構バイオレンスフュージョンとか、まあ、カウンターヘビーデスメタルとかね、でも強くちょっと出れたんですけど、マグナム、デュエプレだとかなり弱いのでね、まあお気持ち程度に立てておきたい。ネックスとかにはね、かなり刺さる時はあるんですけど、フュージョンはね、もう数のゴリ押しと、ゴッドのね、ゴリ押しで、マグナムがちょっと空気になっちゃうのがね、残念ですね。ちょっとカウンターでもないっぽいな。これフュージョンっぽいね。バイオレンスフュージョンは基本的にエターナルソードとローストソウルを打たなければならないと。さあ相手のマナ加速がどれだけ速いかにもよるんですけども、さあおぼろかげろうですね。で、ローズキャッスル設置しようか。これローズキャッスル設置しておぼかげ取りながら、まあフュージョンデッキ相手におぼかげ取っても特にあれですけど、まあ一応ローズキャッスル貼っときましょうか。出た時効果はね、発動しちゃうんでね、それがまああれなんですけど、まあ出た時効果ね、発動しなかったら強すぎるんですけど。さあローズキャッスル置いて、さあローズキャッスル設置していきましょう。で、これおぼかげ取って、まあこれ T2 オカブーがあんまりカウンターとかクリーチャーが出てこないデッ
デッキには刺さらないので、まあでもヘビーデスメタルとかね、フュージョン関係なく設置してきたらこっちもオカブー鬼面城とかで返すっていうムーブもできるんで、それが結構強いよね。最低6マナになってしまうと。さあトップロストソウル、これ大事だね。ロストソウルめちゃくちゃ大事にしよう。でこれね、オカブーと鬼面城セットで使いたかったんですけど、多分オカブー今設置してももったいないんで、とりあえず鬼面城でリソースだけ回復して、またトップで城とか来たらオカブーとセットでゴッドを戻しながらロストソウルまでのね時間を稼ぎたいと思います。多分だけどここでねミラクルとか打たれるときついんだけど、ストリーミングチューテラー、これはロストソウルのねバリューがただただ上がりましたと。ぶち上がったね。さあ鬼面城でドローもいけるし、このままねロストソウル打てればライブラリアウトで勝てますね、このデッキは。さあアクアサーファーを戻して、さあ海底鬼面城、これ強いな。鬼面城マジで強いよ。だけどこれ鬼面城を設置する前にローズキャッスル置こうか。ローズキャッスル置いて、さあ行きましょう、海底鬼面城。これでリソースはねパチコリ回復してる、プラス相手は無理なんでね、ロストソウルで。まあ、だけど相手次ゴッドとか出してきた時にオカブーと鬼面城セットで返したいので、これはいいかな。とりあえず善悪とか立てられるとマジでめんどくさいんで、やめよう。善悪立てられたら T2 オカブー鬼面城で返しましょう。さあ相手はおぼろかげろを置いて、さあフェアリーミラクルのブースト、もう一回ミラクル打たれるときつい。てか終わりだ。もう一回ミラクル打たれるとガチきついね。5マナ ?5 マナで何がある？ライフでもギリオッケーだね。ミラクルはちょっときついね。ミラクルとかセブンスタワーで終わりです。さあ、エタガはオッケー。全然エタガはオッケーで、相手はしっかりとワンドローと。これでロストソウルが間に合うので、さあ T2 オカブーと、いや強い。危機回復は強い。さあ、オカブー2枚目はいらないんで、オカブー置いて、さあ行きましょう。下道神回復ですね。まあ相手呪文唱えたらワンドローできるね。神呪文なんで。さあ相手10マナで、まあ次ロストソウルってほぼほぼ勝ちかな。山11枚しかないんで、ロストソウルさえ引ければほぼ何も起こらないでしょう。さあフェアリーライフのワンブースト。でこっちはワンドローできると。さあポチョムキンも設置できると。で相手10マナ使って何してくるかって感じだね。10マナでしょ。さあヘブンとバイオレンスの衝撃でカイカイをね処理されてしまうんですけど、さあマグナム、さあ鬼面城ドローが入って、さあこれロストソウルで勝ちだね。でエタソも引いた、完璧だ。これは完璧すぎるわ。このロストソウル世界一気持ちいいよ。さあアクアサーファー置いていきましょう。ロストソウル全てを破壊するロストソウルです。これもうフュージョン2枚落ちますと、完璧だ。で相手トップフュージョンでもきついと思うので無理だと。でゴッドが出てきたら、まあ一応 T2 オカブポチョムキンとかでバウンスできるし、ポチョムキンはねブロックしなかった時に相手のクリーチャーを持っていくんでほぼ盤石ですが、これオルメガスというね、この直リンクガネゴンタですよ。さあこれ直リンクしてきてトリプルブレイクしてくるのか。やばいな、直リンクゴッドスピードアタッカーゴリ押しがあまりにも強い。あまりにも強すぎて全米涙するんですけど、さこのトリプルブレイクはもう甘んじて受け入れるしかないんですけど、これねエターナルソード打ってバイオレンスフュージョンがねマナから回収されるっていう動きが一番辛いプラスきついんですけど、これ一応マナ貯めればエタソポチョムキンもできるんでそれが強いんですけど、いやこれでもまあもう竹千代はいらないので竹千代を置いて、これねフュージョン回収されたりゴッドが回収されるの本当に怖いんですけど、でもこれエタソポチョムキンが一番の回答で、次トップ相手あのガネゴンタなんで9コストか、9コストで直リンクダブルブレイカーなんで、とりあえずこれも魂のエターナルソードを打とう。エターナルソードを打ってさあクリスタルフュージョンとストリーミングチューター OK、 チューターなら全然 OK で、さあこれポチョムキン設置しとけば
次のターンね、ゴッド直リンクして殴ってこられても処理できるんで、このポチョムキンの鉄壁の壁ね、めちゃくちゃ強いわ。それはさあ相手10マナなんで一応直リンクできるよね。9コストあれば、あと光の水のゴッドはね直リンクできるので、ね、多分出してくるでしょう。さあガネゴンター、で直リンクダブルブレイクするときにポチョムキン発動してゴッド取れるんで、まあ、こっち機械界ゴッドリンクしながらかな、ブロッカー立てながら戦うこともできるし、さあアタックするときワンドロー強いね。さあダブルブレイク、さあマグナム竹千代で、これはポチョムキンの能力で破壊するっていうね、ポチョムキンマジで強いから、でもう一枚ポチョムキンあるんで、これはめちゃくちゃ強い。さあ竹千代を置いて、さあ邪道下道支援ゴッドリンクしましょう。でまあゴッドリンクしてブロッカー立てておけば大丈夫だし、相手あとなんかあるかな、まあペガサスとかレオパルドとかのぶん殴りもね、こっちパワー9000なんで相打ち取ることもできるんで、で次にマグナムポチョムキンでほぼ勝ちじゃないかな。さあクリスタルフュージョンターン終了 OK。 さあ竹千代、さあ危機回、さあ落とす、これだよね。フュージョン全部落ちました。相手はフュージョン3枚墓地に落ちて、マナに1枚落ちてるんで、もう4枚落ちてると。さあマグナムで踏み倒しても一応ケアしながら、まあこれ鬼面城でね、相手のライブラリアウト早めてもいいんですけど、まあ備えあれば憂いなしで、まあ一応竹千代ブロッカーも立てといて、これポチョムキンの方がもしかしたら強いかもな。まあ鬼面城でもいいんですけど、さすがにポチョムキンの方が盤石な気がしてならない。だが鬼面城でライブラリアウト早めた方がいいか。さあ鬼面城設置して、まあ鬼面城設置しておけばね、相手の危機回回でてかハンドたまらないのか。鬼面城の方がいいね、どう考えても。どう考えても鬼面城の方がいいわ。さあ相手ザキラサをね、完膚なきまでに完封してるんですけど、さあヘブンとバイオネンスの衝撃で OKOK、 もう盾がはい、最強のドローですね。でドローしてこっちはね、山札のやつを戻せるので、相手が一方的にね山札減っていくだけと。さあマグナム、さあ邪道下道支援しっかりと、しかもこれポチョムキンも立てられるようになったね、完璧だ。邪道下道支援ゴッドリンクからのポチョムキン設置、そしてマグナム竹千代危機回回のブロッカーでもうほぼ盤石に守りを固めて、まあ、ほぼほぼ勝ちかなと。フュージョンも4枚落ちてるからね、相手かなり地獄じゃないか。なんでこれポチョムキンを設置してかなり盤石ですわ、これ強いね。さあターン終了して、さあ13マナ溜まってももうフュージョンは回収できないんでね、まあ回収する術あったとしても、もう山札2枚しかないプラス鬼面城能力がね発動するんで、でしかもハンデスが入ると、いや強すぎるね、マジで強い。危機回回は強すぎる対戦。アートした。はい、ってことでね、超スーパーハイパー外役デッキいかがだったでしょうか。かなりね楽しいデッキなんで、ぜひとも皆さん使ってみてください。よろしければチャンネル登録高評価もねよろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。